はい、ということで、今回ですね、こちら、はい、いつもの挨拶と違ったね、はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで、今回、青野と17回、リベンジやっていきたいと思います。多分朝投稿してると思うんですけど、ごめんなさい、クリアできなかったんですけど、今回、夕方の部というかね、クリア編ということで。いやー、まあまあ、今回はどちらにしても絶対クリアできるまでやるので、はい、もう次回に回すってことは絶対しません。はい。で、ここのクリア方法なんですけど、まあ朝見ていただいた方はわかると思うんですけど、これ逆ですね。逆に行ってもらって、こっから意外とここがクリアとかない？まあ一応チェックね、チェックだけ。バッポーン！申し訳ございません、行きましょう。基本こっち側なんだよな。反対側ちょっとやってみたいんだけどな。ゴー！さあ行きましょう。とりあえずここで待とう。ここで一回待って。いや、今行けたな。まあいいや、とりあえず突っ込もう。で、ここら辺にはなかった。ここら辺にはなかったけど、ここら辺に意外とない。ないか。いける。いけなーい！逆バージョン来たね。これ、さらっと一瞬でやられちゃったから、まあ一回ぐらいしかやってないんですよ。これどうなんだ？こっちだと。ちょっと待って、ここ待つ。ここに宝箱があると。どうだ？こっちない？ここに、ないね。やら、来るかも、危ない。よし、いける。で、どっか。ああ、来た！あ、待って、今、目印あったな。待って、ごめん、ワード出たままです。ごめんなさい。なんか多分今、松明っていうか、灯籠っぽいの蓋。あ、ポーン！灯籠っぽい二つがある場所が、の間だったね。あー、目印かも、今の。ここは、そのまま、一気に蹴らず。一気に行けるから、ここで一回待つ。待って、で、これが2つある。あ、まずい、まずい。あー、もう下手くそですか、あなたは。はい、トライアングルさんは下手くそです。いや、行くぞー。あー行くぞ。こんな鬼チケット使ったことあ、まあるけど、でもな、うん、11回であるか。で、あ、でも11回でも4枚か3枚ぐらいだった気がするんだよな。そんなに頻繁に使ってなかった気がするんだけど、これ一気にいけるかな、討論のとこまで。さすがに無理か。ちょっと暴走気味になっちゃうか。危ない、いける。 OK。 で、ここでこうでしょ。で、来るかな。これ確か鉄球来なかったよね。鉄球来ないんで、そのまま行きます。突っ切って、で、石像あるじゃん。これをそのまま、そう、こう OK、 センキュー。で、いやー、あー、今多分、あ、この、あ、この先だ。来ない。 OK、 いける。ダイトバフォー。急がねば、魔女鬼にやられるし、急ぐと鉄球が襲ってくる。これはおそらく過去最高難易度なんじゃないかな。この、なんだろう、ギミックが分かっててもこんな感じなんで、その、分かってないとまずめっちゃ難しいでしょ？で、分かっ、で、ここ？あ、いけるね。オッケー。で、どっちだ？こっち行ってみる？こっち行ってみようか。あ、これゴールじゃない？こっち側。こっち側もしかして。あ、違うよー。いや、あげるまいな。あげ、あ、ばばーん。いける。よし、オッケー。で、止まらないよ。止まらずに。いけるぞ、これ。で、石像をぐいぐいっと押し込んでいくと。まだ、大丈夫、間に合う。で、あとはゆっくりというか、ゆっくりじゃダメなんだけど。で、ここで焦らずに。オッケー、来たよ。わ、すねちゃま。逆から来るの！こっちから来るんけ！もうおかしくなるわ、頭。うわあ、なにこれ！左右からめっちゃ来る。こちらだよね。で、こう。突っ切るしかない。はいや。あ、来た。で、こうから、で、後ろから来るぞ。後ろから前からも来るぞ。気をつけろ。後ろから前からも来るぞ。もう目の前じゃない？ゴール目の前じゃないの？あれ。もうやだ。楽しい。いや、これさ、マジで早くヒカキンさんの動画が楽しみなんだけど。魔剣伝説の説の CM 何回も見れるかな。その頃魔剣伝説の CM がやってるか分かんない。今いけたね。今のは突っ切ろうか。今後は突っ切ろう。で、突っ切っていっちゃおう。
で、ここはどうだ、間に合うね。 OK。 で、ここはそのまま突っ切れるってことは分かった。よし、だいぶちょっと安定してここの第3段階、この先へはいけるようになってきたんじゃないか。なんとなくここでまだ鉄球来ないの分かるから、 OK、 いいよいいよいいよ。こっからこっから来るぞ、こっから来るぞ、こっから来るぞ。で、いやー、タイミングー、ちょっと無言になると思います。お許しください。ちょっと集中します。ごめんなさい。スイッチどこ、スイッチどこだよ。待て、やだやだ、終わりたくない。スイッチはどこですか、スイッチはどこですか、スイッチって、スイッチなんてなかったよ。ちょっと待って、ちょっと待って、スイッチあった、あれあった今、もしかして通ってる間。え、ちょっと待って。スイッチどこ。スイッチ、いや、もうこの右側にもなかったし、この先の右側にもなかったから、最後か、一番最後のところの反対側に行けばよかったのかな。そういうことだよね多分。いや、牢屋があるなんて知らんかったな。スイッチなんてなかったよね多分。だから今までないと思うから、だからとなるとよ、この先もこっち反対側もなかったもんね、確か。この右側にもなかったということはよ。やっぱりこの最後、ここだ。ここの、こっち側にあるんじゃない？行くぞ。あった、あった、あった。いやー！4枚チケットのラストですね。16回目でございます。いきます。ちょっと、集中モードでいいでしょうか。お願いします。よし、今度こそクリアしよう。なんかね、とある、その多分僕なりに考えた超簡単とまではいかないんですけど、結構簡単にクリアできそうな、なんかね、その方法っていうか、をなんかちょっと分かっちゃったというか、しちゃったんですけど、ちょっと今回それをやらずにクリアします。すんねえ、危ねえ！ちょっとまた、もうワードがさ、ワードもうやめよう！これもうワード！よっしゃー！よっしゃー！うーん！青鬼チケット約10枚。やっと、やっと突破で。これね、きつい、本当にきつい。これね、ちょっと、まあ、多分さっき言ったと思うんですけど、とあるちょっとまあ、攻略法というか、見つけたんですけど、やっぱりちょっと、なんだろう、
なんて言うんだろうね、やっぱりその通常通りクリアしたかったので、今回ちょっと通常通りクリアしたんですけど、明日かな、明日ちょっと投稿できたら、この17回どうしてもクリアできないっていう方は、多分ね、僕なりにかなり簡単にクリアできる方法を見つけたので、ぜひちょっと明日、よかったらご覧くださいませ。はい、多分そしたら17回こんな感じでかなり苦戦することなくクリアすることが可能になると思いますので、ぜひちょっと明日を待っていただいてね。明日の夕方かな、多分朝は18回にチャレンジしていると思うので、よかったら見てみてくださいませ。ということで、じゃあちょっとガチャ最後に行きましょうか。ちょっとね、日試合、今日一日ちょっと、あ、でもな、通常ステージ行きましょうか。な、多分今日の朝もガチャだったから、一回通常ステージ行きたいと思います。いやー、こんなに難しくできるもんなんですねっていうぐらい難しかった。さあ、とりあえず、青鍵ですね。青鍵祭りが、始まっておりますのと、あと、いいです。トラーファン、ありがとうございます。そして、キュービと。あ、キュービ見れるね。やった、嬉しい嬉しい。ちょっとキュービも、ぜひ、またゲットする動画をね、あげたいと思いますので、あげてるかもしれないけどね。いや、でも多分明日とかにあげたいかなと思っておりますので、よかったらね、見てくださると嬉しいです。また挑戦編というかね、なりますので。で、一応、ケンタウロス！はい、一応、まあ、宝箱いっぱい開けてたら、まあ、青鬼チケット集めてたら必然的にね、宝箱開けれまして、まあ、金色のケンタウロスになりましたので、まあ、一応ご報告だけさせていただきます。まあ、でも、言うてそんなに、まあ、めっちゃ欲しいって言われたら、ちょっと、まあ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 、でもかっこいいよね。うん、かっこいいと思うので嬉しいんですけど、やっぱりキュービとかね、もういろいろかっこいいスキンが多いから、なんか、まあでも、まあ正直、青パスに関しては、まあ何回も言ってると思うんですけど、ウイルスを、まあ保存しておく場所って僕の中で思ってるので、まあまあまあ、スキンはおまけかなっていうぐらいに、考えてね。まあ、これが本当に青鬼のケンタウロスとかだったらあれだけども、でも青パスにさ、青鬼要素入れて、なんか前、僕なんか青パスやるんだったら青鬼入れてもいいんじゃないと思ったけど、やっぱり青鬼っていうのは苦労して入手したいって思うから、だから、青パスやったらま、大体ゲットできちゃうじゃないですか。じゃなくて、そのやっぱり青鬼ガチャみたいな感じで、その、やった方がいいかなってやっぱり思い始めてきたら、ガスマスティン、サンキュー。さあ、そして今回は青鍵祭り中ですので、まあでもガスマスク早めに入手できたのは大きいかな。これでああキュービかっこいいね。いいですね。あれ、キュービどこ行った。いたいたいた。かっこいい。やっぱり横かっこいいですね。なんか白虎みたいになっちゃうかなって思ったんですけど、そういうわけではなかった。あ、ダメだ、危ない。僕青鬼チケットの癖で、その青旗じゃなくて青旗っていうか鍵じゃなくて、その、宝箱を漁ってしまう。ずっと青鬼チケット探すために、宝箱を、青鍵祭りにもかかわらずずっと宝箱を調べていたっていう男ですので。いや、でもまあ狙ってもいいんだけどね、宝箱。青鬼チケットまた探すっていう面ではね。でもみんなやっぱり今、この鍵を狙ってるじゃないですか。豚ちゃん。でも僕、ありがたいことに豚ちゃんもスキンチェンジさしたので、まあ、ここら辺ちょっと甘えちゃっていく。おー、ゼウス、覚醒ゼウス。あ、でもそっか、今もう覚醒ゼウスは珍しくないんだ。とりあえず、最初から青の塔やってる人は、もう確定で今覚醒ゼウスを、まあ確定っていうか、一応、ゼウス、ん？そうだよね。ゼウス青鬼に勝つことさえできれば、できてれば、ゼウス、覚醒ゼウスになることができるんですよね。だから僕も一応持ってるんだ。そっかそっか。だから、今後は覚醒ゼウスだからといって、うまい方っていうか、まあみんなうまいと思うんですけど、もうメタンコうまいっていう人ではなくなったって感じかな。まあ、これからゴエモンですよね。覚醒ゴエモンとか、そこら辺が、そのやっぱりかなり強者の証になってくるんじゃないかな。で、thank you, guys. さあ。はい。なあなあ、めっちゃ取られる。もういいや、行こう。こことか漁られ、もうさすがに漁られてるよね。そうだよね。最終地点がどこか。今、毒切り来てるってことは、でもみんなここにいんだよな。ってことは最終地点ここの可能性あるか？まあガスマスク持ってるんでね、ゆっくり行きたいんで、ちょっと見てみようか。こっち、毒切りは来てない。となると、ごめんなさい。ちょっと。こっちも毒切りない。そして、あ、やばい！大丈夫か？違う？よし。毒切りが今右から来てたから、多分最終地点が、でもさすがに、右、あ、下からも来てるね。どこだ？あ、混乱マッシュルーム。はい、一応混乱してみました、頭の中。
いるぞ、いるぞ。いるぞ。あ、待って、危ない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 。いや、違うか、ここか。怖っ！行くか。お邪魔します。いない。よし。最終地点どこだ？上か？ああ、違う。あー、うわ、待って！いやーでもこれガスマスク使っちゃった。ガスマスクを使ってまったな。ここか。やるぞ。いやでも今回これふわっているからガスマスク勝負にあんまなんなそうな気がする。ふわっていうか来ればな。むしろこれ来てほしい。じゃないと負ける。ピン。はい、ということで、今回はまあでも良かったです。17回クリアすることができました。で、明日、18回、朝じゃないか、ごめんなさい、朝じゃないわ。多分、夕方18回、チャレンジして、で、その後に、17回の、まあ、簡単攻略法っていうちょっと動画を出そうかなと思っておりますので、よかったら、ね、チャンネル登録と高評価、そしてベルマークをつけてくださるとね、通知がいきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。